はい、皆様こんにちは、こんばんは。今日もマクダメ編みを楽しんでやっていきたいと思います。本日はこの3色4ミリの太さの3色のナイロンロープ、パラコードですね、これを使って進めていきたいと思います。それで本日はですね、今回もですね、この黄色とオレンジのこのロープを2本を1つにまとめて1本にして、そして差し色でこの茶色を色味として間に入れていく、挟み込んでいくっていう結び方になります。はい、それでは早速始めます。まずいつも通り、あの割と小ぶりの出来になりますので和感にしました。でワンタッチのパーツです。それとあとは2本を1本にしますので始末が必要になってきます。そうしましたら、まずはどちらも全部芯をまず取ります。芯を多少5、6センチ引き出して、多少芯を抜いてしごきます。こちらも、新しいロープの切り口というのは最初ほつれ止めで固めてありますので、ちょっとそこをカットしてから始めてください。そして芯を抜きます。はい、で芯を抜きます。これ両サイドですね。両サイド同じように進めます。こちらですね。はい、はい、そうしましたらまずしごいて、まずそうしましたら端のそれぞれの始末をするんですが、1本は筒型の袋状にしておきたいので、目打ちで少しこうして入れたまま、これでねライトで炙ると口の大きさがそのまま広がった状態で固まってくれるのでとても便利です。こうしてここは割と広い方が仕事が楽にできますので、軽くこうやって炙って大きくしておきます。でもう片方はまずはこの2センチぐらい奥まったところからざっと火を当てて、ぺったんこにまずはします。ぺったんこにまずしたら、あとここの三角形切り落としてください。でここもほつれ止めを、ここはもうぺったんこで細長くという感じの方が今後の仕事が楽ですね。同じことをこちらの方のロープでも繰り返します。ちょっと入り口を大きくしたいので、目打ちを差し込んだ状態で炙ってほつれ止め、こうですね。でこちらはぺったんこになってもらいたいので、ちょっと2センチ奥まったところから火を当てて、ペタペタと叩いて、でここを三角形を切り落とします。でここもほつれ止めでちょっと軽く炙っておきます。こんな風になりますね。そうしましたら次に、そうだな、差し色に使うものもついでにやっときます。芯を出して、こちらはそんなに長く取らずとも軽く、後始末の時に芯がない方がかさばらないので
やりやすいので、そのために芯抜きします。でこれも2センチ奥まったところからちょっとペタペタと平らにしておきましょう。反対側もついでにやっときます。これも切らないとダメですね。どれだけ余るか、その時々のその力加減でそのロープの余り方も全然違うので、なんですが、まあ一応念のため仕事は楽なような準備はして始めたいと思います。でぺったんこにしておきます。はい、そしたらまずは2本を1本にしなければいけないので、どちらからで、黄色からでもオレンジからでもどちらでもいいんですけども、ちょっとこれまだほつれますね。ちょっとこう固めます。そうしましたら1センチぐらい奥まったところから貫通させます。目打ちを通します。でここなるべく入り口が太い方がいいので、ちょっと目打ちの径の大きいところまでグググッとやっておきますね。こうしてしっかり穴開けておきます。そしたら今度は黄色の方の先の尖った方、この中に入れます。溶かしてやると引っかかりやすいので、ちょっとここ切っておきますね。なんか引っかかりますので、それで塞がってしまったようなので、この中に通します。なんで入らないんでしょう。繊維が引っかかるんですね。入りませんね。はい、ちょっと幅がやっぱりロープがの幅があるから、はい、入りました。やっぱり溶かしてるところがね、引っかかるんですね、繊維に。で、こういうふうに入りました。そしたら逆も同じことをするんですが、また今度は立場が変わりますよね。逆転します。黄色の方に、1センチぐらい入ったところに穴をブスッと刺して、ちょっと奥の方まで入れましたら、穴を大きく開けといて、ここに今度これを入れるんですが、これがまた引っかかります。こうしましたら引っかかるので、ちょっとまた溶かしてできるだけ先を尖らせます。ぐりぐりと、こうして入れるときに、ある程度やっぱ2センチ近く固めといた方が、炙って固めといた方が言うこと聞いてくれやすいので、なんかこの繊維がこれは柔らかいのか引っかかりますね。そしたら少しこれをもう少し先の方まで固めておきます。ここがふにゃふにゃすると通しにくいので、でこの中に通します。はい、こうなりますね。でそしたらこれをそれぞれ引き合わせていくんですが、やはりロープはこうねじれますので、ねじれて当たり前ですので、ねじれていきますので、そのねじれを気をつけて、ねじれのないように最終的にはしていかないときれいに編み上がりません。
はい、こうしてお互いに歩み寄ります。お互いに歩み寄っていきます。ピンと張った方がねじれは取れやすいです。こういう風になります。これ丈夫につながります。そしてお互いにここが広、口が広いので、こちらの方の長いロープには火が当たらないようにして、ちょっとこういうふうに炙りを入れますね。スマートになってもらうために炙りを入れます。でちょっと押さえて、反対側も同じ。よし。暑いから気をつけてくださいね。はい、で少し細身になって、入り口が細身になってもらったら、これで終わりということで次の段階いきます。そうしましたら2つ穴の開いている方、はい、そうしましたら、2本のロープを揃えて、先端からこの表を見たパーツの上の方の穴に、隙間にこれを通します。通しまして、これが裏に行って見えなくなる、真ん中に来るように、2つ折りのところに中心に来るようにして、この段階で この和感を入れてしまいます。そして下から2本のロープを引き出します。はい、でもこれはもう和感はこのパーツの上に乗っけてください。乗っけてください。はい、でこれをこのまま平行のまま下の方へ下がっていきますと、今度は逆に反対側の反対側のパーツの上に差し込みます。表から見て差し込みます。でここに通った2本が首輪の芯になります。こうですね。でここの長さを決めるわけですね。で私今回は25センチという芯の長さに設定しておりますので、だいたい25センチだとワンちゃんの首輪が24、内径で言うと24センチぐらいになるんですね。一応25センチと測ります。25センチ。でここで2つ折りにして動かないように気をつけて、はい、それではここに留めつけましたら、一旦最初は平結びをして安定を測ります。ここに平結び1回だけをして、きちんと締めて安定させてから、次にですね、差し色となるこの色をこの2本の間に入れ差し込んで、右端に出す。でこの間を、2つの2本の間を入ります。そしてあとは今回は次にこのオレンジを芯として平結びをします。なのでオレンジの芯が中心の芯にしますから、
こちらの黄色は休んどいてもらって、オレンジ左側、右側のオレンジは上に乗せてかぶせて下から顔を出すと。でこれを締めて、オレンジは斜めに走ります。はい、でこれを締めました。今オレンジを芯にして作りました。でこれは上に乗せか、上から真ん中にかぶせ斜めになってもらって、今度は黄色を芯にして平結びのアレンジですね。だから今度は黄色をの輪っかを作り、オレンジの芯は隣のオレンジはその上に乗って結ぶ方のオレンジは中央に入れて黄色の輪から引っ張り出す。でここで黄色の芯、黄色を芯にした平結びのアレンジを一つできます。次にまたこの差し色を真ん中に差し込んで、今度はまた逆に順番でオレンジの方を芯にして平結びのアレンジ、オレンジが芯ですから黄色の芯は無視してオレンジの下をくぐって黄色の輪っかから引き出して平結びのアレンジ、はい、でこれ上にしといて、また逆にこちらに斜めに真ん中に入れて、今度はまた黄色を芯にした平結びのアレンジ、はい、オレンジの芯は上にかぶせて、でこれが芯ですから黄色の芯の下に潜らせて黄色の輪っかから顔を出させて、でここでまた結ぶ。でまたこちらの差し色は真ん中に入って今度はオレンジが芯なので黄色を輪っかをオレンジの上で作って長いオレンジは芯のオレンジの下を通って黄色の輪から引っ張り出す。こうしてあの黄色を芯にしたりオレンジを芯にしたりという入れ替わり交互にやっていくんですね。そうするとなんか三角形のようなものが色が あっち行ったりこっち行ったりあっち行ったりこっち行ったりしながら模様ができてきます。でまた差し色を真ん中に差し入れて、今度は黄色を芯ですからこのように黄色の上にロープを乗せてオレンジの長いロープは真ん中に入れて黄色の輪から引っ張り出す。こういうふうに入れ替わり立ち替わりあっち行ってこっち右に左にと動いて編んでいきます。だからまたこれは中央、もう差し色は結局右の肩、右上にあったら真ん中に入れで左側になりますから、左からまた真ん中へ、右から真ん中、左から真ん中っていうように動くわけですね。その間に間間で結局はこのように平結びをその合間にしていくと。今オレンジの芯を中心にやりますから、黄色はいつもここ出てるところは下です。オレンジはいつも出てるところは上になるように編みます。なので
今回も黄色の輪っかから上にオレンジは出します。なんか頭が混乱しそうかもしれませんけども、まあ同じことの繰り返しですのでね、まあ、いじってると分かってくると思います。こんな感じで出来上がってくるわけです。でこれを行き止まるところまでこの調子で編み進んでいってください。これです。はい、では行き止まりまで結び終わりました。そうしましたらあとは残ってるロープの始末になります。はい、で行き止まりましたら今度は、まあ、こちらのからオレンジから先に行きますが、ここの中心を通りまして、ここの隙間から出ます。下から上に出します。そしてこの輪間を通りまして、そして今ここに通したここに輪の中に入れて、こうしっかり引っ張りましたら締めます。はい、でこれを今度この真ん中に入れて裏に出します。裏に出すようにしますね。同じことを今度は黄色の方でもします。黄色もまずは裏に行って裏から裏の隙間から出て、そして輪間を通りできたループを通りで締めます。これでリードの輪間、リードつけた時に輪間が引っ張られても丈夫に、根元は丈夫に止まっ、取り付けましたので、そう簡単には切れたりはしません。でこの前の表面に出たロープを後ろに回します。はい、ではこうなりましたら今度は裏側での処理になりますね。はい、裏側での処理は裏に通ってるものをすくって始末をします。まずこの差し色のものからやります。まあこういうところに通して、もう2段ぐらい、3、4センチぐらい通しておいた方がまあ安全かなと思います。はい、そしたら今度黄色もこっち側にありますので逆らわず、こちらの黄色も同じところを通り引き抜きます。はい、で今度オレンジは反対側のこちら側に通って、これ4本全部が無理だったら2本ずつなり1本ずつなりして構いませんので、でこれも、はい、通しました。はい、あとはこれをちょっとこう輪にしますから、あんまりツンツンに引っ張られない感じにちょっと調節して、湾曲ができても不自然のないようにね。はい、こんな感じになりますので、あとはもうカットして溶かし止めます。はい、ではまずオレンジからカットしました。でカットしましたらちょっとここ少し顔を出すようにして
溶かしやすいように、あの炎が当たりやすいようにちょっと顔出しをして、であとライターでそこの部分だけ当たるように気をつけてライター当ててください。よいしょ。ですぐにこう押し付けて溶かしつけます。であともう一つ残りの方を、はい、カットしました。ちょっとこれ出っ張りすぎですね。ちょっとあまりにも長さが出てると、やはりこれも炎が当たりやすいようにちょっとひっくり返すような感じでスペースを空けてあげてください。で炎の先端がつくように、はい、で溶けたらすぐ押さえつける。であとは指で確認ですね。ワンちゃんの肌に直接刺さるような状態になってるかなってないか、大丈夫でした。はい、これで止まりました。はい、一つこれが出上がり、ま、出来上がり、あ、こちらが残っておりまして、失礼。こちらは刺し始めのところですよね。こちらも同じ考え方です。まずこれは近くのところから引き抜いて、これまずここに入れますか。見苦しくないような始末をしたできればいいんで、ちょっとこれはここの通して後ろに行ってもらって、こうなりますよね。でこれをはいここに通しましょう。平結びをしたところの後ろ側ですね。はい、こういきました。でもう少し、もう一本これいけそうですから、もう一本いっちゃいます。はい、そうしましたらちょっと出っ張ってますが、ここに入れて大丈夫かな、様子を見て、ちょっと様子見てみますね。入れてみて、あ、いけるかな。はい、ちょっと出っ張ってますので大丈夫そうです。これでカットします。先っちょをこれで先を少しカット、これに合わせてカットしますね。なのでちょっとだけカットしまして、少しこれ顔を出させます。でライターで、はい、ですぐ留めつける。大丈夫です、当たらないです。はい、これで完成ですね。はい、こんな感じですね。3色使いましたので、カラフルな色使うとまたね、それはそれでまた雰囲気が変わります。今日はこんな感じで上がりました。はい、それではあのご質問など、ご自身とこで飼ってるワンちゃんにお作ってあげたいなと思った方は、その材料などもどうしたらいいのかっていうこともあるだろうし、全部一式揃ってもらえればそれが一番いいということであれば、そんなことがもしご希望があるようでしたら、私の方にメールで問い合わせしてください。そこでどうしたらいいか私の方でお答えしたいと思います。はい、では今日本日はここまでとなります。ご視聴いただきましてありがとうございました。